テトラヒドロフランは、飽和の五因間に酸素を一つ含んだ、感情を得てる化合物である。常温、常圧では方向を持つ無色の液体である。別名テトラメチレンオキシド、オキソラン、オキサシクロペンタン。自由に水と混和し、多くの有機化合物、高分子を溶解するので、溶媒としてよく使用される。点は低摂氏14.5度と低く、日本では、 消防法により危険物、第4類に指定されている。空気中の酸素と反応して徐々に過酸化物を生成するので、長期保存したものを蒸発刊行させることは危険である。市販品には酸化を防ぐため安定化剤を含むものがあるが、安定化剤除去、水分除去などの目的で、蒸留生成する際にも蒸発刊行させてはいけない。酸素の排位性を利用して、 ルイス酸や金属イオンの廃出とされる。ボラントの作体は安定で、溶液が市販されている。THF は年間およそ20万トンが生産されている。最も広く用いられている工業的な生産方法には1、4ブタンジオールの3触媒脱水が含まれ、それはイタノールからのジエチルエーテルの製造と同種の方法である。原料の1、4ブタンジオールはアセチレンと ホルムアルデヒドとの縮合によって合成される1、4部チンジオールを水素化することで生成される。また、アリルアルコールのヒドロフールミル化反応によって、生成した4、ヒドロキシブチルアルデヒドを水素化させることでも1、4部ンジオールが得られる。他に、デュポンが開発した製造法として、N ブタンを酸化させることで、アラムスイマレイン酸を生成させ、ついでそれを水素化させることで、 thf を得る方法も用いられる。thf はフランの水素化によっても合成される。フランはペントースから合成されるためこの製造方法は再生可能資源を利用することができるが、この方法は広く用いられていない。溶媒のほか、海間10号によりポリデトラメチレンエーテルグリコール製造の原料となる。また、酸化によりガンマブチロラクトンに変えられる。 2005年、水にテトラヒドロフランを0.1%ほど混ぜると、50気圧、摂氏ななどという穏やかな条件で安定な水素ハイドレートが生成することが報告された。しかしながら本結果は、追試により確かめられていない。約4%まで貯蔵可能とされる。ありがとうございます。